皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやっすんです今回のテーマはこちらになります連続バックドライブを安定させる三つのポイントということでやっていきたいと思います はいえー、今回はですね連続バックドライブということで、えー、タタンタタンタタンと何本も連続してバックドライブ打つということで、まあ、その単発だったらできる人結構いると思うんですね例えば下回転出してもらってドーンって打つしっかり持ち上げるでもその上手な選手は練習の中からタタンタタンタタンと連続で打つんですけど、まあ、それをやるためには、えー、といくつかポイントがあって。 で逆にそのポイントができていない選手はですねこう戻りが遅れてしまったりボールにうまく力を伝えられなくて失敗をしてしまいます。で今回はまずはそのワンコースのブロックをしてもらって連続で打てるように練習をしていきたいと思います。ではそのポイントを説明していきたいと思うんですけどまず一つ目のポイントは手首のシナリオをしっかりと使うということですね。 はい、でこれはもうあのコンパクトなスイングで回転をかけるためにはもう絶対必要不可欠な方法ですこれ手首が例えばしならなかったらですねこういうふうに手首をしっかり使って回転をかけられなかったらここが1本のこういうぎこちない動きになってしまいますこれだと当たる瞬間のスイングが弱いで擦る力がとても弱くなってしまうのでバックドライブとして安定して飛ばすことができなくなってしまうんですね上手な選手は 必ずこういう手首のまっすぐ向けてもらったらこういう上下の動きをしてもらったら分かると思うんですけどこれを目を寝かした状態で前にこうフリスピーを投げるような感じで手首をしならせるっていうことですね。これがすごく大事な回転をかける秘密になっていますのでこの手首のしなりっていうのをちょっと意識してやってみてください。 2つ目のポイントは戻りを速くするコツですね戻りを速くするコツを説明したいと思いますこれができないとおそらく連続バックドライブうまくいかないので必ず意識してほしいポイントになります連続ドライブができない人の特徴はスイングが大きすぎて戻りが間に合わない打ったままになってしまって次に打てないという方がすごく多いですそういった方の特徴はビュンとこう単純に振りすぎてしまってるんですね ひ、まあ、肘を支点にバックドライブをすることが多いと思うんですけど肘を支点にしてこう振り切ってしまうと戻ってこれなくなるので今回はこの前腕ですね肘の前側前腕を支点にしてグリグリと回すような感じにしてもらうとすごくこう振り抜くことがなくなるのでものすごくスイングがコンパクトになるんですね。なので連続のバックドライブをするにはこの前腕を支点にしてもらうと。 戻りが速くなるのでまずうまくできない方はこのポイントを意識してもらうとえすごく戻りが速くなって連続で打つという動作がすごくスムーズになるので必ず意識してください。 次に3つ目のポイントです、ね、3つ目のポイントはスイングした後のフォロースルーですねフォロースルーの時にラケットのヘッドを打ちたい方向に向けるように意識してくださいはいこれを向けないこれをすることでまず打った球のコントロールがよくなります打ちたい方向にラケットを走らせるようになるのでまず単純にコントロールがよくなります ストレートに打ちたかったらストレートにラケットを向けるクロスに打ちたかったらクロスにラケットを向けるとそれだけで打ちたい方向にラケットが走ってくれるコントロールがよくなるという効果がありますねで、えー、もう一つは戻りが速くなるということですね戻りが遅い人はこう手首もこう遠いところまで行っちゃうこれを打ちたい方向に向ける意識することですごいコンパクトなスイングに自然になってくれるということですねで回転が安定する逆にこう うまくですね手首を使えないとヘッドが相手の方を向かないこういう形になってしまうとヘッドを回転させて回転をかけることができないので回転が安定するこの三つの効果があります。 thank <laughs> you